三宅健、44歳、声変わりの謎と平野仕様への親近感、アイドル界の裏側に迫る。皆さん、こんにちは。今回は、アイドル業界の裏側に光を当て、戸部所属のアイドル、三宅健さんについてお伝えします。彼が自身の声変わりや平野仕様への親近感について率直に語ったストーリーが、ファンたちを驚かせています。三宅健、 トベファミリーとの親近感。トベ所属の三宅健さん、44歳は23日に自身のインスタグラムストーリーズでファンからの質問に答えました。滝沢秀明氏が設立したトベは数々のジャニーズ事務所を B たちが集結し、ファンにとって夢のようなメンバーが揃っています。 20日には飛べメンバーが初のご飯会を開催すると発表し、ファンたちの期待は高まっています。そんな中、ファンからの質問の中で特に注目されたのが、飛べファミリーでケン君と自身と似ているなって人はいるというものでした。 三宅健さんはこの質問に対し、実は話を聞けば聞くほど、仕様が似ているなって思うことがある、と答え、平野仕様への親近感を明かしました。飛べファミリーの中で、平野仕様さんとの共通点を見つけた三宅健さんの言葉に、ファンは驚きと興奮を覚えたことでしょう。声変わりの謎に迫る。また、三宅健さんは自身の声変わりについても触れました。 多分してないと、死生まれてこの方44年この声とうまく付き合っておりますと語りました。声変わりは個人差があるものの、通常は少年期から青年期にかけて、春期の時期に変化すると言われています。三宅健さんの声が変わらない理由について多くのファンが驚き、関心を寄せています。俺天生のアイドルとして、 さらに、三宅健さんは、天性のアイドルだと思うのはすいという質問に大きい文字で、俺と回答しました。これは、自信と自己認識の現れかもしれませんが、ファンにとっては彼が自身の魅力に自信を持っていることを示しています。三宅健さんの率直な答えが、ファンたちにとって興奮と感動をもたらしました。彼の声変わりの謎や、 トベファミリーとの親近感についての言葉からは、彼の人間性とアイドルとしての魅力が垣間見えます。今後も彼の活動に注目し、彼がどのように成長し続けるのかを期待しています。読者への挨拶、この記事をお読みいただき、ありがとうございます。三宅健さんの素顔に迫るこの記事が、皆さんにとって興味深いものであったことを願っています。 アイドル界の舞台裏にはまだまだ多くの秘密が隠れており、私たちはそれを探求し続けます。今後も様々なエンターテイメントニュースをお伝えし、あなたの興味を引き続き引きつける記事を提供していきます。どうぞお楽しみに。